皆さんこんにちは。2023年のドラフトを控え、戦力外通告のニュースが各球団の野球ファンを騒がせています。特に福岡ソフトバンクホークスが振るった大ナタは、ホークスファン以外の野球ファンにも大きな話題となっていますよ。今回はホークスを戦力外通告となった選手の一人、高橋純平選手について紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。岐阜県立岐阜商業高等学校時代に甲子園でも活躍、 U18 ワールドカップの日本代表にも選出された高橋選手、2015年の秋、3球団競合の末ホークスに入団。契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円という条件は、同球団の高校生としては2001年ドラフトの寺原隼人氏以来の最高額でした。当然黄金ルーキーとして先発としての活躍が期待されていましたが、高校でということもあり、入団後しばらくは1軍でプレーできず、1軍デビューを果たした2017年も1軍での登板は1試合3イニングのみ、それも4失点という結果でした。1軍の戦力として活躍したのは2019年、リリーフとして45試合に登板し、3勝2敗17ホールド、防御率 2.65 と結果を残し、ポストシーズンでも活躍、チームの日本一に貢献しましたよ。しかしその後は再び冬の時代が続くことに。2020年から2023年の間は1軍登板は2021年に10試合のみ、この時は11イニングで防御率 0.00 の失点1という結果を残していましたが、怪我をしてしまい登録抹消、1軍登板がなかった。2022年のシーズンオフ、高橋選手は、来年もダメだったら現実的にクビだと思う、今のままだと契約金は球団に借金している状態、せめてその分は清算したいと悲痛な覚悟を示していましたが、その時でさえコーチの斉藤和美氏は、体の使い方がまだ理解できていない、高橋選手はトラックマンなどの数字を追い求めるように見えるが、数字を追い求めるレベルには達してないという厳しい評価でした。それでも斉藤氏は、ポテンシャルは本当に高いと期待をしていたものの、高橋選手は2023年シーズンも1軍登板はなし、それどころかウエスタンリーグ公式戦で29試合33イニング防御率 4.91、 ファームの非公式戦でも21試合22イニングで防御率 3.68 という成績、制球難に苦しみ、高橋選手が前年覚悟していた通り戦力外となってしまいました。ドラフトで高橋選手を競合したのは中日ドラゴンズと北海道日本ハムファイターズの2球団。とりわけ高橋選手は岐阜県中部出身ということもあり、ドラゴンズが獲得するのではないかという噂もありますが、ネット上ではある理由から高橋選手のドラゴンズ入りはないのではとも言われているのです。2022年、著名人をたびたび炎上させている暴露系 SNS アカウントが、高橋選手について数々の疑惑があると投稿したのです。そのアカウントのもとにはメッセージアプリなどのスクリーンショットが垂れ込みされていたようで、スクリーンショットには高橋選手と思われる男性と女性のメッセージのやり取りが載っていました。女性側には旦那がいることが文面から明らかであり、男性と女性が不倫関係にあったことは明白。また男性は複数の女性と関係を持っており、そのうちの一人とは子供に関する話もしていました。女性側から平気で飲酒運転や煽り運転をしていたという垂れ込みもあったらしく、高橋選手には不倫、中絶、飲酒運転、危険運転の疑惑がかけられたことになります。そこに問題がある選手であれば、どの球団も敬遠したいところでしょう。そんな中、ドラゴンズだけが特別高橋選手の獲得を避けたいのではないかとファンが考える根拠もあります。実は先日のスクリーンショットに名前があった女性、白岩真知子という方がプロ野球選手斉藤綱木選手の妻だというのです。斉藤選手は2014年のオフにドラフトでオリックスバファローズへ入団、2022年オフに北海道日本ハムファイターズにトレード移籍すると、2023年のシーズン中今度はドラゴンズにトレードで移籍、なんとも珍しい経歴を持つ選手です。高橋選手の不倫疑惑が明かされた当時はバファローズの選手だった斉藤選手、普段の投稿を見て反応した方の一人が白岩真知子のインスタグラムに斉藤選手が上がっていると SNS に投稿。斉藤選手は2020年に大阪在住の一般女性との結婚を発表しており、白岩真知子こそが
斉藤選手の妻ではないかと噂になったのですね。当人たちの名誉のために言いますが、これらの噂はあくまで暴露系 SNS アカウントが取り扱った情報であり、信憑性は怪しいものです。本件について高橋選手やホークス球団が公式に反応したということもない模様。斉藤選手の方も離婚したといった情報はなく、2023年5月には第一子の誕生を報告されています。斉藤選手の奥様がスクリーンショットに名前の出た白岩真知子さんなのかということまで含めて、何一つとして信憑性のある公的な情報ではないのですね。これらの噂が事実だったとして、ドラゴンズがわざわざ高橋選手を獲得するのはチーム内に余計な火種を抱えるだけです。ネット上では2人の間に因縁があるならドラゴンズは取りに行かないか、人妻なんかに手出ししなきゃ中日行けたかもしれんのに、といった反応が見られましたよ。一方、中日スポーツが高橋選手の戦力外のニュースを取り上げ、獲得についてドラゴンズファンから賛否の声が巻き起こっていると報じ、地元に帰ってこい、高校の頃から好きだったという声も上がっていることを紹介していますよ。ホークスは高橋選手のスキャンダルが話題になる前にも、2022年に前年オフのドラフト行きだった風間球打選手がコロナ災いに出会い系アプリを使って女性を誘い外出していたというニュースが週刊文春に報じられていました。2023年には木村大成選手や加藤幸喜選手がインスタグラムライブ配信を行い、その際に背後に酒缶が映し出され、結果球団が2人の未成年飲酒を認めるという出来事もありました。ホークスのファーム施設ホークスベースボールパーク筑後は野球以外にすることがないとも称されるような田舎に位置し、野球に打ち込むには最適の位置のようにも思えますが、一方でその施設の充実っぷりやファンと選手の距離感の近さなどから、ファームを主戦場とするような将来を期待される選手たちはさながらアイドルのようだと言われることも、若手選手の不祥事に関しては勘違いしてしまっていると苦言が呈されることも多いです。ドラフト行きで男前、一軍での実績もあることから、ファンの多い高橋選手も増長してしまったのでしょうか。個人的には暴露系 SNS アカウントの真偽不明の投稿よりも、結果こそ出せなかったものの球団に借金している状態と気負い、恩を返そうともがいていた高橋選手の方を信じたいですけどね。いかがでしたでしょうか。今回はホークスを戦力外となった高橋選手について紹介しました。高橋選手といえば2021年の怪我がよくわからないものだったこともファンの記憶に残っています。右第四中で骨基部骨折という怪我だったのですが、当時の監督だった工藤公康氏は倒れた拍子に何かかばったようだと聞いてると語り、不注意による怪我だと説明されているのです。ファンの間ではこれもプライベートでの怪我だったのではと噂されていますが、真相は本人の溝知るですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。